蔡英軍総統がポンペオ前アメリカ国務長官に勲章授与ロシア軍がウクライナの民間施設攻撃国際的戦争犯罪として調査開始中国共産党戦争反対プーチン大統領糾弾発言を封殺五輪終了後のウクライナ侵攻を中国共産党がロシアに要請か Zach 中華民国の蔡英文総統は3日マイク・ポンペオ前アメリカ国務長官に特殊大寿形成勲章を授与し台湾アメリカ関係向上への著しい貢献に感謝しましたポンペオ氏は授与式で中国語で盤石のように少しの揺るぎもないとの文字をあしらったマスクを着用し特に目立っていました 蔡英文総統は、ポンペオ前国務長官は台湾の国際参業を長く支持してきただけでなく、在任中に台湾間の交流制限撤廃や台湾への武器売却の常態化、台湾アメリカ上層部訪問のレベルアップなど、台湾アメリカ関係に大きな進展をもたらし、これらはすべて双方の交流と協力を深めたと述べています。 ポンピオ氏は自由は簡単に手に入るものではないと示し、最相当在任中、自由を踏みにじる行為を無視することはないと信じていると述べ、アメリカはずっと台湾と共にあると強調し、もし我々が過去に自由を当たり前のものと考えていたとしても、今欧州で起こっていることを見れば、自由を当たり前のものと見るべきではなく、それが非常に重要であることがわかる。 しかもそれを維持するためには持続的で深い、そして一緒に協力するリーダーシップが必要だと語っています。ポンペオ夫妻は元アメリカ国務省中国政策主席顧問のヨモシュン氏一行12人とともに2日夜に台湾に到着し政府高官と会談しました。4日には円形基金の開催するイベントで講演を行います。 また、バイデン大統領が派遣した超党派の代表団は2日夜、台湾訪問を終え、台湾を離れました。同代表団を率いたマイケル・マレン元アメリカ統合参謀本部議長は、蔡英文総統との会談で台湾海峡の平和と安定を維持することはアメリカだけでなく、全世界の利益にもつながる。これこそアメリカがなぜ現状を一方的に変更することに反対し、 台湾の人々の意思と最善の利益にかなう方法で両岸問題の平和的解決を引き続き支持するかの理由であると述べました次のニュースですロシアによるウクライナ侵攻から7日目の3月2日ロシア軍は引き続きウクライナの主要都市への爆撃をエスカレートしましたアメリカや西側諸国の当局者が cnn に語ったところによると ロシアのウクライナ侵攻戦略には変化が現れ、ロシア軍は開戦当初は軍事目標を狙っていましたが、現在はより重火力で破壊力の強い兵器を持ち込み、民間インフラへの攻撃を開始しています。アメリカ情報当局によれば、ロシアの戦略の変更は、キエフを迅速に占領して、ウクライナの現政権を転覆させるという、プーチン大統領の当初の計画が失敗したことをも反映しているといいます。 2日、ウクライナ第2の都市ハリコフでは、引き続き激しい砲撃が行われました。前日の行政ビルへの襲撃に続き、水曜日には警察署が火の海に陥りました。現地は爆撃後、至る所廃墟と化し、瓦礫が散乱していました。 また、ロシアはウクライナ最大の原子力発電所であるザポリージャを掌握したと主張しましたが、ウクライナ側はそれを否定し、同発電所の住民や職員がロシア軍の侵入を阻止している映像がウクライナ議会によりアップされました。ウクライナの首都キエフは依然としてますます激しくなる砲撃に抵抗し続けています。ロシア軍の空爆が増えたのは地上部隊の進攻が遅いからだという説が一般的です。 アメリカによるとキエフ郊外に6 0キロ以上にわたるロシア軍の車列があり物資供給が不足しているためこの1日間ほぼ停止したままだったといいますまたロシア国防省は2日作戦で498人の兵士が戦死したと初めて損害を公表しましたウクライナのゼレンスキー大統領は2日夜フェイスブックの投稿で我が軍は敵を完全に打ち負かすために可能な限りの努力をしている 1>, 1週間で9000人のロシア人が命を落としたと述べています現在双方の主張を独自に確認することはできませんロシアは第2回和平交渉のためベラルーシに代表団を派遣したと発表しましたがウクライナのゼレンスキー大統領はロシアが本当に平和交渉を望むならまず爆撃をやめるべきだと示しました国連、UN によると3月2日までに83万6000人のウクライナ人が国外に脱出しました ウクライナの人口は約4400万人です。3月2日、国連総会では、ロシアのウクライナに対する侵略を非難する決議案が圧倒的多数で採択されました。ロシア、ベラルーシ、北朝鮮など5カ国が決議案に反対し、中国は棄権しました。 また、イギリスとその他38カ国がロシアのウクライナ侵攻時の暴行を国際刑事裁判所 ICC に正式に付託し調査を求めました。ICC のカリムカーン検察官は声明で、私は先ほど ICC トップにこの状況について即時かつ積極的な調査を行うことを伝えた。すでに証拠集めを始めていると述べました。次のニュースです。 ロシアがウクライナを侵略した後、中国では中共がロシアを非難することを拒否し、侵略という言葉を使用することを拒否しました。中国のトーク番組司会者で女優の金星さんは3月1日、鎖につながれた女性事件とロシア・ウクライナ戦争について言及したため、自身の SNS ウェイボーがブロックされました。中国版ツイッターウェイボーで1358万人のフォロワーを持つ金星さんはこの日、自身のウェイボーで、 2022年、最も恐ろしいことは、首に鎖を繋がれた中国人女性が、世界はもう私を必要としていないと言い出すこと。そして、狂ったロシア人男が、私が大統領でいられないなら、この世界はいらないということだ、と書き込みました。この投稿には、青と黄色の鮮やかな服を着た女性キャスターの写真が添付され、 中京中央テレビの女性が着ている服の色から判断すると彼女はウクライナを支持しているようだ。戦争をやめ平和を祈る。とコメントしました。青と黄色はウクライナの国旗の色です。しかし投稿後すぐに削除されました。これに対し金星さんは自分で削除したのではなくシステムがブロックしたことを明らかにしました。その後彼女はウェイボーで発言禁止状態となりました。 ところが、金星さんの戦争反対の投稿がシステムによってブロックされたという最後の投稿が5万件のいいねと、9900件以上の転載がされていることは確認ができます。しかし、ネットユーザーが残した1141件のコメントはすべてブロックされました。最後のニュースです。 西側の情報機関の報告によると、中共は2月初旬、ロシアに対し、北京冬季五輪終了前にウクライナに侵攻しないよう指示したとのことです。ニューヨークタイムズ紙は2日、欧米当局者の言葉を引用し、ある西側情報機関の報告書によると、中共交換が2月初めにロシア側に対して、北京冬季五輪が終わる前にウクライナに侵攻しないようにと伝えたと言います。 報告書では、中共交換は2月24日のロシアのウクライナ侵攻以前に、ロシアの戦争計画や意図をある程度知っていたと記されています。また、中国ロシア政府関係者間の情報交換は機密事項であるとしました。この情報は西側の情報機関によって収集されたもので、それを調査した当局者は信憑性があると判断しています。 アメリカや同盟国の政府高官は、プーチン氏がいつウクライナを攻撃するかについて議論する際に、これらの情報を回覧したことがあると言います。しかし、情報機関によって、この件についての解釈は異なります。報道によると、事情を知る政府関係者は、この資料が必ずしも習近平総書記とプーチン大統領のレベルで侵略に関する会話がされたことを示すものではないと述べたと言います。 在ワシントン中京大使館のリュウ・ホウ報道官は、中京当局がロシア側にウクライナ侵攻を五輪後まで延期するよう促したとの見方を否定し、これらの主張には根拠がないとしました。欧米の当局者は、ロシアが五輪の後までウクライナへの侵攻を待ったのは偶然とは考えにくいとニューヨーク・タイムズ紙に語っています。 この冬ロシアは中国と東部のその他国境からウクライナやベラルーシとの国境に軍を移動させ侵攻に備えていたと報じられましたこうした動きはロシアと中国の間での信頼関係の高さを示しています今日的疫情最前線就到這裡多謝各位收看守護真相絕對不會放